かい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 。はい、皆さんこんにちは。車の大事な格下シノピーです。今回は何かのコメントでメッキパーツのブツブツ落とす方法ありませんかというご質問っていうかいただいたので、そちらを今回検証していこうと思います。で、まあちょうどいいね、樹脂のメッキパーツ、セレナのフロントグリルなんだけども、何個か持っててちょうどいい分かりやすいのがあったので、そちらを使ってね、いろいろ検証して、で、まあ最終的に綺麗にしていこうかなと思います。はい、そしたら今回はこちらのメッキのフロントグリル、これをちょっと使っていこうと思います。まずはじめにメッキについたなんかそのブツブツっていうのかな、落ちませんかって言われたものがこれなんじゃないのかなっていうのがこのグリルにもねあります。こちらです。わかるかな、このポツポツしたやつ、おそらくこれのことを言っているんじゃないのかなと思っております。で、結論を先に言っちゃうと、これはもうどうにもなりません。まあ、いくら磨こうがもう無駄です。まあ、なぜかというと、まあ、ここを見ていただければ分かるんですけども、剥がれてるんですよ。下地が見えてる状態。それがポツポツ、この部分も剥がれているっていうことなんですよ。この境目とか分かりやすいと思うんだけど、こういう風に点点点点みたいな感じで剥がれてって、で、まあ、ひどくなるとこういう風にもう完全に下地が見えてくるということなので、普通にまあ削って落とすとかそういうものじゃないんです。パッと見はね、サビとか水垢とかそういうのなのかなって思いがちなんですが、これはもうどうにもならないっていうのがこれを見れば分かると思います。これじゃなかったらちょっと分かりません、これね。けどこれはもう剥がれて下地が見えているポツポツになります。で、まあどうにかなるもので言うと、こういった水垢ですよね、こういうのはすごく綺麗になります。こう指で擦っても落ちないんですけど、綺麗になるので、一応半分だけちょっと磨いてみてどれぐらい綺麗になるのかっていうのと、さっきのポツポツね、まあ、磨いても落ちませんよっていうところをお見せできればいいかなと思います。はい、そしたら早速やっていこうと思います。で、今回用意したのはこちら、ブードゥーライドのシルク。まず一旦シルクでやってみて、それでも落ちないような頑固なやつがあったらコンパウンドとかを使っていこうかなと思っております。あとクロスですね。それと秘密兵器があるんですよ。じゃん、お掃除棒。これダイソーで買ったやつなんですけど、絶対車のね何かに使えるだろうと思って購入したんですよ。あ、結構フィッティングしっかりしてんね。こうなんかタオルみたいなやつがついてます。で、予備3つあります。で、まあどこに使うかっていうと、まあこういったところね、これ絶対いいでしょう。こういうところをもうまあしっかりちょっと今回はね外したし、丁寧にやっていこうかなと思います。まずこの辺の水垢いきますか。この辺分かりやすいのでこの辺からやっていきます。で、シルクをよく振って濡らしたクロス、まあ絞ったものですね、こちらにつけて、で、軽く撫でる。ちょっとつけすぎだね。こういった感じですね。まあ、あるものを使おうっていうことなんですけど、これはもうボディにも使えるし、こういったところにも使えるので非常に便利です。で、軽くこすったら乾いたタオルで拭く、それだけですね。はいはいはい、まあ、ある程度取れましたね、けどまだ微妙に残ってます。で、こうなんかポツポツ見えるのはなんか引っかかって、なんかタオルのケバケバが今ついてるような感じ、この水垢のところにね。なので、ちょっと頑固そうですね。だからまあコンパウンド、まあ何でもいいんだけど、ペックス、これを使って磨いていきますか。この辺ね、この辺は落ちてません。あとこの剥がれも若干あるね、やっぱポツポツ。これもうどうにもなんないわ。けどこれはね、多分落ちると思います。多分ちょっとやってみますね。タオルに少量つけて、これは乾いたタオルで OK です。磨きですね、これは。だからまあコンパウンドを使うときは他のやつね、細かいやつから試していく。番手が大きいもの、超微粒子とかから試していった方がいいと思います。さっきのここにあった水垢は落ちました。すごい綺麗です。ここ全然違いますね。さあ、まあ全体的にやっていきます。
これはヘックスといったところもやっておきますね。指で入る範囲はこれでやって、で一回乾いたところで拭きます。であんまね、粗いコンパウンドを使うと逆にくすんじゃう、傷が入って白っぽくなったりすることもあるので、その辺はちょっと注意が必要かなといった感じですね。楽しいね、全然違う。そしたら逆にこの点々のとこ行きますか。そうそう、ちなみにこれはあれですよ、プラスチックの樹脂ね、樹脂のメッキパーツ、マフラーとか金属系のものとはまた違うので、あくまでもこのプラスチックの話をしてます。あとメッキクリーナーみたいなのとか、過去に使った CCI の名前忘れちゃったな、あのスプレータイプの、ああいうやつでも OK。 あとはオートグリムとかのポリッシュとかでも OK かな。なんか今使ってるのがブードゥーライドのもののみなので、ちょっと回しもんっぽくなっちゃうからね、一応言っとくけど、それぞれの特徴はもちろんあると思いますよ。ヘックスで言うとコンパウンドが潰れてくっていうか、どんどん小さくなってくっていうタイプだったり、まあそうならないタイプだったり、まあ、似たやつで言うとポルツのスクラッチゼロとかね、ああいうのもまあ潰れてくやつだね。でまあ今やってるのは要は研磨してその水垢を落としているといった感じですね。だからまあボディとかの水垢落としとさほど変わりないかな。なんか松井棒みたいなの使いたいんだけど、使ってみよっか。この部分とかね、ちょっと汚れが目立つので、先ほどのお掃除棒を使って磨いてみます。その棒にちょっとヘックスを今つけました。ここまでやるっていうね。このタオルもうちょい厚くてもいいなってちょっと思う。ちょっとガリガリいいよね。お、綺麗になってるかも。でちょっと表面もちょっと綺麗にして、まだまだだ、意外にもうちょい頑張ってもらいたいな。ああ綺麗にはなるね。もうちょいやりたいけど、わかるか、これわかりますかね。ここです、やったのは。こっちやってない、ここもやってない、真っ白っぽいですね。ちょっとね、角がやっぱり難しいな。けどまあまあ綺麗になってるでしょう。輝きは取り戻していると思います。うん、角がもうちょいって感じ。けどまあこっちとかと比べれば全然いいですね。この段もいっちゃおう。うん、ちょっとしたね黒ずみも取れますよ。すっきりする。この辺の水垢もうちょい落としたいな。この水垢、ここをちょっと落とします。落ちるのか分かんないけど、ちょっと頑張ってみます。おい、いいんじゃないですか。だいぶ綺麗になりました。あとまあ傷が残ってるね。これはまあ元々の傷、こっちとかにもついてるんですけども、これはまあ大変なのでやめときます。はい、そしたらまあざっとですが終わりました。マスキングテープ一回ちょっと剥がしますね。よいしょ。まあ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 全然違うんだけども、わかるかな。うん、まあ輝きは取り戻しましたね。水垢とかもなくなりました。で動かした時に見えるこのポツポツっていうのが、さっき言ってた剥がれだったり薄くなってるみたいな感じなのかな。なんかもうこれはどうにもなりません。これね、この辺はもう完全に剥がれてます。で触るとザラザラしてるんですね。ガリガリやると取れるのかな。一応そんな簡単には取れなさそうだけど、いずれ剥がれてきます。下地が見えている状態。それ以外の水垢とかだったら綺麗になりますよっていう感じですね。このメッキパーツはね、綺麗にすると本当に見栄えが変わるのでおすすめです。
はい、といった感じで動画の方以上になります。今回は樹脂のメッキパーツのブツブツが落ちるか落ちないかっていうのと、水垢を落としてまあ綺麗にするところまでやってみました。ブツブツに関してはあれのことで合ってるのかわからないんだけども、基本的にあの樹脂のメッキパーツっていうのは劣化してくるとこうポロポロ剥がれてきて点々点々みたいな感じになってくるんですよ。これはねもう仕方ないこと、洗車用品とかだとねどうすることもできない、もう塗り直すしかないっていう形になるので、まあ、塗り直すのも大変だしね、新しいの買うかっていった感じですね。もうあれはもうしょうがない、もう薄くなってきてもうポロポロ剥がれていくもんなんですよという感じで、これじゃなかったらごめんなさいって感じなんだけども、まあ今回もうああいうパターンに関しては無理なので、まあそれ以外のまあ水垢とかをきれいにするのはコンパウンドだったり、それ用のなんかメッキパーツを磨くやつとかも結構あるので、でちょっと間違っちゃいけないのが鉄のメッキとね樹脂のあれがまた違うものなので、あんまね粗いねコンパウンドとかを使うとすぐ気づいちゃうし、まあその辺はまあ車の塗装とね同じような考え方で、より細かいものからねリスクが少ないものから試していくっていうのがまあ一番だと思います。あ、ちなみにねあのお掃除棒はまあまあ使いました。もうちょっとね分厚い方がいいかな、じゃないとあの中の割り箸みたいなあれがねちょっとガリガリいっちゃうので、もうちょっと分厚いのがあれば面白いなとは思いますけど、まあ他のところでも活躍できそうなので使えそうな場面があれば使っていこうかなと思います。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。